昨夜遅く、神戸市垂水区の集合住宅の敷地内で住民の男性がタクシーにひかれ、意識不明の重体となっています。男性は路上で寝ていたとみられ、警察が当時の状況を調べています。昨日午後10時半ごろ、神戸市垂水区新領台1丁目の集合住宅で、この住宅に住む62歳の男性が、客を降ろして敷地内から出ようとしていたタクシーにひかれました。男性は頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は過失運転致傷の疑いで、加古川市に住む30歳のタクシー運転手の男を現行犯逮捕しました。警察によりますと、男性は駐車場内の車の通路で横になって倒れていたとみられ、調べに対し運転手の男は、路上で寝ていた男性に気づかなかった、動物をひいたかと思ったなどと話しているということです。タクシーは当時、徐行していたということで、警察が詳しい状況を調べています。